動画。やったー。歌になりたいとか、ちょっと子供っぽいとか、で、YouTube ってすっごい、あ、こんな人なの。アリサ。My name is アリサ。徳島大好きです。アドベンチャーが大好きです。自分の経験を話せたらなと思ってます。で、自分はパキスタン人だから、パキスタンのこととか、あと、イスラム教だから、日本ではあんまりイスラムのこと知られてないっていうのもあるので、それもたまに話せたらなと思ってる。もうちょっと自分のことを少し話すと、私は、私のお父さんはずっと20年前から日本に住んでて、日本で会社、仕事やってるんやけど、自分は、パキスタンに住んでて、その後 UAE に住んで、ほんで日本に来たのね。で、パパはずっと日本におるわけ。で、私たちは、UAE に住んでる時に、あ、UAE って言ってもあんまりわからん、イメージがこう、何みたいってなる人もおるから、ドバイ。ドバイって言ったらわかるかな、みんな。そう。だからドバイに住んでる時には、こう、お父さんがなんか、普通の感じでなんか日本に来ないっていう話言われて、で、日本になんかちょっと行ってみようみたいになって、で、なんかしらそれでもう日本に住んでる。で、今8年9年ぐらいずっと日本におるっていうことになったのね。で、ほんまに何にもすごい決めて日本に住みに行こうっていう、何にも決めずにこんな来たから、もちろん日本語も全くわからなかったし、なんか日本の文化とか日本人の考えとかもちろん何にもわからなかったのね。だから日本に来た時まず勉強がすごく大変っていう感じになって、あの中学校の3年の途中ぐらいにとりあえず私は学校に入ったわけで、あの時はもちろん何も日本語わからんし、あの自分の見た目もすごい違うじゃん、あの全然どう見ても日本人じゃないじゃん。だからそう、なんか見た目も違う、宗教とかも全然もちろん日本人と違ってたし、で、もちろん日本語わからんかったから、こうコミュニケーションが取れなかった。で、日本のもすごく、徳島のも三好市っていうところに住んでて、ですごく外国人全くおらん場所であって、そもそも人もあんまりおらん、ところだったので、めっちゃ、なんだろうね、なんか宇宙人みたいな感じ、もう見たことないよみたいっていう感じで、いろんな人に見られたわけ。私が学校行く時とか、普通に道歩く時とか、なんか何みたいな。で、すごくそういうのも、もうみんなはなんかこう気になるじゃん、あんまり外国人もなんか気になって見とったんやけど、私はその時ほんまに何だろうね、自分の世界に入ってたからだいぶネガティブになっとったわけ。やっぱりこう全てが違うじゃん、こう同じ共通点がないと、共通点がないと、なんか自分はこの場所間違えたとか、これは私のいい場所じゃないみたいに感じた。だからこう、もちろんドバイではすごく点数良かったし、クラスのトップだったし、パキスタンでもすごく評価良くてクラスのトップだったんやけど、日本に来て全く何もできないし、本がちゃんと持ってるか逆に持ってるかもから分からんかった。ひらがな、カタカナ、漢字全くできんし、もう点数、何学校行って試験受けて全くゼロしか取れんかったのね。だからこう、いろんな人がこう私に話しかけて、まあ中学校の子たちが話しかけても、私はもう何にもわからないからちょっとなんか見たいってなっててこう、もちろんみんなもうちょっと話するときは、それのときはハローハローみたいってはしてるんやけど、心はもう死んでる。何にもわからないから、これ、このハロー以外話すこともできんから、めっちゃ悲しかったのね。で、そうこう、めっちゃ一番やばかったのは、自分の見た目がすごく気にしすぎて、嫌いになった、自分のこと。すごく嫌いになって、なんか自分は可愛くないとかこう自分は綺麗じゃないとかずっと思ってて、日本人すっごい綺麗だし、めっちゃ白だし、めっちゃ可愛いだし、体も綺麗だしみたいと思ってて、自分は全くそうじゃないってずっと思っとって、めっちゃこう鏡を見るのも大嫌いになって、ずっと泣いてたわけ。これほんまに話、これは全く家族とかはあんまりわからないけど、まあ、これが正直自分の半年ぐらい、日本に来て半年だったし、で、なんか先生たちも、
あの中学校から高校に行くときは高校の入学試験もあるんやけど、それは三好市では英語では受けることはできない。Oh, no. でもしどうしても英語で受けたいんだったらもっと都会の方引っ越した方がいいって先生に言われたんやけど、もうそういうもできないじゃん。あのお父さんの仕事が三好市にあったから、もう会社がそっちにあるから引っ越すことはできないってなって、でもアリザがほんまに高校まで行きたいんだったらもう頑張って日本語を覚えて日本語の試験を受かる、まあ、じゃなか受けるじゃなかったらもう高校は入学できみたいってもうさらっと言われて、で私はもうほんまにひらがなもわからんしカタカナもわからんし先生が何このこと言ってるのもわからなかったんやけど、まあ後でお兄ちゃんにそういう感じで説明されて、あのお兄ちゃんもとりあえず日本に渡ったのね、パパと一緒に。なんかすごい私の家族の話わかるの難しいかな。で、そういう感じであって、でそれで最初はほんまに帰りたい、母国に、母国でもいいし、ドバイに本当に戻りたくて、なんかすごいストレスでめっちゃ悲しかったんだけど、なんか諦めて、それずっと悲しんでももう何もできんや、そんな悲しんでも別に抜け道ないじゃんってなって、じゃあお父さんに加えて私がもうすごい大変やけんもう私を帰りたいとか言ってもお父さん大変じゃんっていうことを考えて、すっごい頑張った。もう夜中とか朝までひらがなカタカナ勉強してドラマ見たりして音楽聴いたりしてほんまに勉強してなんかしら分かりました。 This is great. 本当に半年で高校こう日本語を勉強して高校の入試の勉強して入学することができた。すごかったんよ、もうほんまに大変だったんやけどほんまに頑張ったんよ。もういつも高校入るときに入学試験のなんか加工問題みたいのあるじゃない、もうこのぐらいいつもいつも家に持って帰っていつもいつも勉強してたんや。ほんまに like a nerd、 もうすごい勉強してて、もうどうしても自分が一番頑張ってそれで諦めてもいい、でも今頑張らんかったらもうほんまに精一杯頑張らんかったらそれでももし例えばダメだったらもちろんダメになるやんけど、ダメだったらもう後悔するんじゃないかな、うん、一度はもう別に受からんでもいいけど一番頑張りたいんよ自分で精一杯、yes! でそれでほんまにほんまに頑張って受かったんよ。もう高校買って大学行って、wow! で今私がおるんやけど日本語も話せるようになったし、もちろん分からないところいっぱいあるけど日本語話せるこういう感じで話せるようになったし、大学も行けることできたし、まあ、大学は私のすっごい夢だったんやけどそれもできたし、ほんまに海外旅行も行きたし、でいろんな日本の人に出会えたし、だけどそういうのがすごく、あとテレビで働くこととかめっちゃなんかこうあの時諦めんかったから今いろんなことできていろんな経験できたわけ。だからまあこの動画で自分のこといっぱいいっぱい話したんやけど、あんまり話すともうなんかもう自分ばっかりやみたいってなっちゃうから、だからもうやめる。だから最後だけ最後